井上尚弥自身もこれまでで一番怖さのある相手だと警戒していました。WBO 世界スーパーフライ級、井上尚弥の初めての防衛戦です。研ぎ澄まされた緊張感の中、 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチが始まりました。黒いグローブが井上尚弥、これが初めての防衛戦。右から左、左、最初の動きは村田さん、どうご覧になりました？スピードありますね。スピードありますね。まあ、初めに威嚇しようって感じですね。強い、俺のパンチは強いんだぞってところで威嚇してますね。右から左、バルビト・パレナスもアマチュアで300戦以上のキャリアがあります。硬いガードは持っていると言われています。島口健さん、はい、そのパレナスが前に出てきましたが、やっぱりあの1ラウンドはね、はい、よく見た方がいいしね。いいですね。このフィリピン選手はやっぱり1ラウンドから出てきますからね、はい、チャレンジャーですね、青いグローブ、はい、まず先制パンチで圧力をかけた井上尚弥に対してパレナスもここからじわりじわりと出てきます。24勝 21KO の一発を持っているパレナス、そのあたりは井上尚弥も十分に警戒して、まあ、トレーナーの慎吾さん、お父さんは3ラウンドぐらいまでは慎重に戦ってもらいたいと話していましたが、ただいけると分かれば左のダブル。やはりこのあたりも村田さん、スピードでは井上尚弥チャンピオンが勝ってますからね。そうですね、スピード、そして井上には何といってもカウンターがありますから。あ、カウンターもある。ただ打つ一発じゃなくて、はい、カウンターで倒す技術ありますから、そこが違いじゃないですかね。これパレナスが強引に打ってくるようだとカウンター合わせるという可能性もありますか？そうですね、それで倒す可能性十分にあります。さあ、このあたりは井上尚弥まだ第1ラウンドですが、どう感じているのか。今はガードの上から攻めていく、ちょっと笑ったパレナス、チャレンジャージャブをガードの間に打ち込みます。集中力があります。潜り込んでの左アッパーはガードの上。具志堅さん、ガードの硬さというのはパレナスから感じますか？やっぱガードをしっかり上げてますね。上げてますね、はい、これボディが効いてくるでしょうか？ボディはね、はい、じわじわって効いてきますからね、はい、ガードを固めているパレナス。一瞬カウンターの動きを見せた井上尚弥、ワン・ツー・スリーです。左のジャブ、スピードがあります。左フックは空を切ります。パレナスジャブからまたワン・ツー・スリー。あー、放送席で今村田さん小さくうなずいていらっしゃいますが、非常に動きがいいですね。動きいいですね、はい、集中力も非常に高さがこのリングサイドには伝わってきます。前に出てきます。あの右をもらってはいけません。本人曰く左のジャブが非常に硬くて強いという得意パンチだそうですが、パレナス多くのダウンは右で奪ってきています。ボディーブローに伸ばしてきました。パレナスチャレンジャーです。左相打ちです。ワンツーボディーに伸ばしていく井上尚弥。いやいや、素晴らしいコンビネーションでパンチ打ちますね。そうですか、チャンピオンは、はい、1年ぶりのブランク、そのあたりの試合感は心配されましたが大丈夫、井上尚弥が戻ってきています。井上尚弥の1年ぶりの復帰戦、初防衛戦でしたが、具志堅さん、改めて最初の3分間の印象というのはいかがでしょう？はい、いや、あの1年ぶりとは思われないですね。あ、そうですか、はい、あのやっぱ体でボクシングを覚えてますね。もう、はい、物心ついた頃からですね、ボクシング6歳の時からしてきました。左右をうまく使ってますね。あ、左右のバランスがいいですか？もう左さあボディーブロー、はい、コンビネーションですよね、1、2、3というね。そのあたり村田さんはどう見てますか？いや、非常にスムーズで速くてかつ強い、はい、本当に素晴らしいパンチを打ちますね。一方パレナスの印象というのは、やっぱり一発ありますね。一発ある、踏み込んで打ってくるパンチに関しては、はい、左、はい、ガードの上からですが、うわ、ものすごい力強い、また右
たしても2ラウンドノックアウト勝利。あふれる才能、1年ぶりでも草の勇気、やっぱり井上尚弥は強かった。いや村田さん、すごい戦いでしたね。すごいとしか言いようがない。本当にある意味1ラウンド戦った中でも見切ったわけですかね。まあそうですね、1ラウンドはちょっと相手のパンチの出方、強さを測っているようなところありましたけど、はい、それを見切るや否や、もう本当に圧倒的な勝利でしたね。このガードの上からでしたが、具志堅さん、あのですね、スピードと重さですか、パンチの、はい、これがあの去年よりすごい強くなってるような気がするので。そうですか、パワー増してますか。いやこれね、やっぱりバンタも2階級ぐらいのパンチ力ですね。しますか、はい、あ、村田さんもミドル級という世界で重いパンチガードの上から受けることもあると思うんですが。いや、まあ、僕らの階級だったらこういう倒し方もあるかもしれないですけど、はい、50キロちょっとのこの階級でですよ、ね、この倒し方は見たことがないです。やっぱり井上尚弥が怪物と言われるゆえん帰ってきました。進化する怪物井上尚弥、1年ぶりの復帰戦、見事なノックアウト勝利です。今日の初防衛戦、防衛の仕方によっては今すでに所属する大橋ジムにはアメリカで試合をしてほしい、そういうオファーも届いているそうです。もはや日本の枠では収まりきらない世界のモンスター井上尚弥、再びこの WBO 世界スーパーフライ級のベルトをその腰に巻きました。まあ、八重樫の戦いも具志堅さん心打ちましたけども、何か井上尚弥の戦いはため息が出るようなですね。いやいや、もうあのボクシングの素晴らさっていうかね、はい、感動させられましたね。いやいや、本当に強いボクシングチャンピオンが誕生してますね、やっぱり日本は、はい、村田さんはこの井上がこの後どういう戦いしていくと想像されますか。まあどこに出ても人気出ますよ、この試合でしたら。日本であろうがアメリカであろうが、どこで試合しても人気出ますんで、まあ、今回 WBO の会長フランシスコ・バルカルセルさんもこの日本にやってきて井上の試合を生で観戦したそうです。2015年年の瀬に再び世界に衝撃を与える井上尚弥ノックアウト。さあこの後は本人の声をお届けします。さあこれから井上尚弥の勝利のコメントが届けられますが、まあ、村田さん、はい、右の拳を痛めてこう全治8ヶ月という大きな怪我だったんですが、そのあたり右の怖さあるんじゃないかと思って見てましたけれども。まあそうですね、右の怖さは多分あったと思いますよ、はあ、実際に左を対応してましたし、はあ、そうですか、まあ、今回の試合何事もなければですね、また今の状態だとすぐ試合もできると思いますので、もう本当にこれからが楽しみですよね。近々見られるかもしれないですね。いや、具志堅さん、あのガードの上からでも思いっきり打っていく右、だから完全に拳は治ってるんじゃないですか。完璧なんですね、はい、思いっきりやっぱり打ちましたからね、はいはい、さあそれではそのチャンピオン井上尚弥勝利インタビューです。さあ会場の皆さん、そしてテレビの前の皆さん、お待たせしました。あまりにも強すぎます井上尚弥選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。まずはお帰りなさい。皆さん1年間お待たせしました。この瞬間をファンの皆さんもそうですけど、井上選手が一番待ち望んでいたんじゃないですか。そうですね、やっぱり1年間うずうずしてもう練習死に物狂いでやってきたんで、まあ、その結果が出て本当にホッとしてます。どうでしたか、その1年という期間があっての今日のリング、感触としてはいかがでしたか。 やっぱボクシング最高ですね、はい、もうめちゃめちゃ楽しかったです。2ラウンドノックアウトという形でしたけれども、相手のパレナス選手もランキング1位の選手です。圧巻の KO だったんですが、試合振り返っていかがですか。いや、もう相手のパレナ選手、まあ、自分にちょっとリードもぼちぼちもらったんですけど、結構硬くてこれもらったらちょっとやばいぞっていうやっぱり緊張感もあって戦えたんで、ものすごくいい経験になりました。さあそしてこの1年間苦しい思いもしました。
そして守るべき家族も増えました。支えてくれた家族、それから奥さんにも何か言いたいことありますか？そうですね、まあ、この1年間試合ができずに、まあ、結構落ち込んだ時期もあったんですけど、まあ、そんな時まあ、支えてくれた家族や奥さん、本当に感謝言葉しかないです。ありがとうございました。そして気になるのはこの先のことになると思いますが、井上選手自身、この後の自分のボクシング人生、どのように描いていきますか？まあ、この後はもう、まあ、しばらくスーパーフライ級でやるんで、まあ、どんな挑戦でも受けたいと思うし、統一戦もいろいろと試合がこの先広がってきたんで、まあ、いろいろとファンの方が望む試合をしていきたいと思っています。今会場からアメリカという声も聞こえましたが、そのあたりいかがですか？そうですね、オファーがあればアメリカでもやってみたいと思います。さあ、それではテレビの前の皆さん、そして会場の皆さんに熱い一言お願いします。まあ、これからも皆さんこう熱くさせる試合をどんどんしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。見事初防衛に成功しました井上尚弥選手でした。おめでとうございます。初防衛に成功いたしました井上尚弥選手に、一般財団法人日本ボクシングコミッション釧路新宿西野より認定証の授与でございます。